いやどうも、東海のラジオと、どうしよう、西田のやりと、プロラグビー選手と、どうやらやりとじゃないね、一人してなかったかいやどうも、東海のラジオと、どうしよう、西田のやりと、プロラグビー選手です。ちょ今、哲也の家を大掃除しました。あまりにも汚くてね。そしたら、なんと、普通の綺麗な部屋になってしまいましたね。これ面白くないですね。これは面白くない。今、哲也が編集に行ってるんで、その間に家具、家電たちをランダムにくじ引きで配置替えしてあげたいと思います。これは哲也も喜ぶ。ちょっと喜ぶんだよね、別に。あいつ面白いの大好きだからね。こんな感じでね、区画分けしまして、はい、例えばじゃあこのテーブルを今から動かそっかって言ってくじを引いてもらって、例えば5番だよって言ったらこのテーブルをあっちの方にね、マスター君が運んでってくれるっていうわけです。え、俺が運ぶの一人で。現状の配置をじゃあ移します。はい、まずあそこにある赤い冷蔵庫ですね。あれは動かしましょう。こんな使いやすい場所になったらあいつも困っちゃう。そしてこちら椅子ですね。椅子6つまとめて動かそっか。うん、とテーブルですね。ミニテーブルですね。これは区画でいうと5番に当たります。で、あとこのソファーも動かしますね。こっち4番なんですけど、このテーブルとテレビ台動かしますね。はい、筋トレマシーンたちも動かしましょう。はい、金の盾、家具の一部に取り入れましょうか。それでは早速、はい、くじの方を引いていきたいと思います。じゃあ冷蔵庫いきましょう。冷蔵庫いきましょう。はい、東でいきますよ。冷蔵庫は職場かかってますか。職場これで冷蔵庫の位置がはい4番。今のテレビの位置、うわーいや、そこにまさかいった。テレビってやつ大好きだもんな。重要すぎるな。確かにテレビだけは怒るかもね。これにします。いきますよ。はい、テレビの場所はおー、1。おー、キッチンの冷蔵庫の場所にテレビがある。これはテッツは怒ってもおかしくない。綺麗に見れないことが確定したからね。今テレビにしようかな。うわ、でかいね。これもこれどうなるんだろう。水をこれちゃんとやると、はい、ドン2番。おっ、上がんないですね。テーブルがじゃあこっち側の壁にくっつきますね。カウンターみたいになってない。なるほど。6人座れな。じゃあ俺ソファーで。ソファー、はい、あ、でかいよこれ。ソファーははい4番。おお、冷蔵庫かぶったぞ。ソファーに座って冷蔵庫眺めないといけないんだよ。テレビ台で6です。おお、あそこなんですかね。テレビと正反対の上に。椅子6ついきますか。椅子の場所は、はい、探せるよ。1。やばすぎ。すごいことになっちゃったな。やばすぎとか。じゃあ小さいテーブル4。え、4番。冷蔵庫と集まってんな。YouTube の盾6。おお、今のテレビ台は YouTuber の盾を YouTuber 台になったらね。 YouTuber 台だね。あいつ筋トレしねえからな。5。日本のフィンクでいいですか。6番です。炊飯ジャーでもいこうかな。そうです。あっ、レンジ台とレンジ優先。3番。じゃあまたに向かっても始めましょうか。はい、というわけで模様替えが終わりました。はい、まあ一個一個紹介していきますか。はい、そうですね。まずは今までキッチンのところに椅子とテレビが行きましたね。ゲームやるときはもう多分このキッチンに腰掛けてやるの。長時間ゲームをすることがなくなるっていうメリットがあるよね。そうだね。 そうだね。そして今までのテーブルが置いてあったこれが壁に寄ったところに当たって、なんかまあカウンターかのようなね、物を置くことができますね。物置になりました。はい、そして3番真ん中にレンジと炊飯器がありますんで、はい、いつでもご飯をね、ここから取り出すことができますね。で、ここに行くしかない。お行儀悪いですね。今のめっちゃ角に冷蔵庫がありまして、それを眺めるように配置されたソファーですね。ソファーとテーブルがこう配置されていますよ。ここが筋トレのスペースですね。少し広くなりましたね。ただね、ここで筋トレに勤しんでもらって、筋トレが辛い時はこの100万人のこれを見て頑張れるよというわけでございます。というわけで、じゃあリーダー呼びに行きますか。で、てーちゃん君どうぞ。いや、喜んでくれるかな。嬉しい。うわ、何これ、びっくりした。え、バカなの椅子の使い方。うん、あ、本当にバカなのかな。え、で、意地悪締めたってことか、これ。違う。そのために模様替えをさせていただきました。はい、嬉しいでしょう。本当になんだろう、ね、あまりにも没個性な部屋にちょっと哲也も飽きてるんじゃないかなと思って。どこが気に入ってる。いや、俺はここはすごいいいと思う。今この瞬間にどっか気に入れと。いやー、さてとテレビでも見るかな。何が見えるんだこれ。